3ボール。対するバッターが4番の田口。ともかく1番の大石、そして2番の、岡部、3番の資料は別ですが、この4番の田口、いずれも富士宮一中の出身であります。3年前の夏、静岡県の中等9回は優勝が富士宮2中、ベスト4には富士宮1中も絡んできました。ですから富士宮は2中と1中で合わせて7、6名というのが今日のスターティングオーダーです。やっぱりその町の中学が強ければ、やはりそうですよ、その選手が集まればね、はい、いいチームできますよね。そうですよね。そして3年経ちました、甲子園へのチャンスを迎えている富士宮北高校、もちろん静岡商業も昨年の秋の17年ぶりの県下準優勝、期待は大いに膨らむところであります。 2-3、 さあランナーが走るかどうか、石田さん、この辺り。そうですね、ここは難しいところです ね、 動かせれば面白いんですが、面白いですけどね、三振のダブルプレーも確保しなきゃならない。スタートを切った、二塁走者だけ、投球はストライク、そして三塁は盗塁成功、一塁走者は動いていません。なんとも曰く言い難い結果になりました。いや、まあね、キャッチがね、アウトカウント間違ってましたね。あ、そうですか、なるほど。あれ、あの普通に投げてるアウトですね。そうですよね、インサイドいっぱいいっぱいのストレートでしょうか、見事三振に打ち取りました。で、改めてキャッチャーがマウンドに行って、2アウト3塁1塁の守りの確認をします。まあ、だけど今4番ですからね、はい、振ってもらいたかったですね。そうですよね、見送るじゃね、おそらくボールに見えたということなんでしょうが、打者がボールに見えるストライクというのはピッチャーの状態がいいと。そうですね、キレがいいんでしょうね。そうでしょうね、はい、まさかあのもっと贅沢に絞って待ってたということはないでしょうね。ないと思いますけどね。さあ、バッターは5番のキャッチャーの秋山。この秋山も先ほどからお話に出ている宇都宮一中 OB であります。走者2人を置いてバッターボックス、一塁走者への牽制球です。キャプテンの岡部が一塁走者、トップバッター大石が三塁走者です。秋山は大会は5打数1安打打点1、犠打1のフォアボール2という数字が残っています。武士の情けで三振の記録はご紹介しません。これが1球目、絞ってしっかり打っていこう、塩川監督であります。一塁走者がスタートを切っています。キャッチャースタートダブルスチールになった、ピッチャーがカットに入った、完全に挟まれました。大石キャッチャーを追っかけていきます。サードは待ち構えています。今度はサードを追っかけてくる、ピッチャーが待っています。ピッチャーの長田がタッチアウト、もう完全にダブルスチールを決めて走り出しました大石。ショートカットも大丈夫なんですが、ピッチャーカットという、あのね、僕はね、ちょっと動きすぎたなって感じしますね、はい、宮北の方が、そうですか、はい、1回終わりました、0対0です。高校野球速報です。浜松球場第1試合は10対7で浜松工業が優勝候補の浜松に勝ちました。島田球場です。掛川工業対大井川高校は5対2で掛川工業が勝ちました。高校野球速報でした。はい、それでは足高球場の方、それから、途中からご覧になった方のために、静岡球場は延長10回ですか、静岡西高校が静岡高校にサヨナラ勝ちで勝っています。足高球場に行きましょう。足高球場お願いします。静岡球場です。0対02回の表、青少の攻撃、先頭の5番大木がワンダスティンから打っていい当たりのライトライナー、ワンアウト。続く6番の伊沢はこれもワンダスティンから打って打ち上げたセカンドフライで2アウトです。バッターボックスには7番のショート三浦が登場しました。小川中学出身の2年生三浦健であります。ファールになってこれでボールカウント2エンド1。江沢俊介、今大会、三浦健は今大会は3打数の2安打、打点1という記録が残っています。2回戦で登場、3回戦でも大活躍しました。アンダーハンド投手の寺内の
4球目決まって見逃しの三振。結局1回のフォアボールランナー1人だけ、2回も三者凡退で0と2回の表を割って両校ともに無得点であります。夏の空とこう申し上げていいんではないかと思います。4回戦の日を迎えました。静岡大会108校、100校が姿を消して残りが8校となる日であります。2回の裏、宇都宮北高校の攻撃、この回は寺内から。宇都宮一中出身、一中の数多くいるメンバーの一人であります。先ほどは2アウト3塁1塁ダブルスティール失敗に終わりましたので、寺内のバッターボックスの秋山の打ち直しということになります。さあ2回のマウンドというのは1回とはピッチャーが変わってきます。長田の状態は変わったでしょうか。石田さんいかがでしょう。今のストレートは良かったですね。エンドワンから3球目、もう少し、かぶってきて体が乗るフォームなのかなとい う, そ, う、それは確かにありますね、はい、ちょっと前よりだから今日はねちょっとカーブが切れてませんね。あ、なるほど。食い込まれました。ファウル、2エンド2です。これは回がたくさん投げていくうちに変わっていきますか。来ますね。やはり自分のこのなんですかね、はい、今日うまくいかないなってボールを探しながら、やはりベンチ帰った時にキャッチボールやったりいろいろで、はい、やっぱ調整もしますしね。なるほど、はい、2エンド2となりました。先頭打者秋山に5球目は右に切れてファウルです。さてもうすでに2回の裏、宮北の先頭出しという場面ですけれども、解説の石田さんにこのゲームのポイントを改めて教えてもらいましょう。どこが、はい、僕はねその宇都宮北のね、はい、寺内君、このね横に揺さぶる進化的、はいはい、落ちるボールと、まあ、スライダーですか、はい、この2つをね、うまく組み合わせればね青少がちょっと当たって、ま、打線では当たってますけどね、大振りになると怖いなと。あ、なるほど。だからこの寺内君はどういうように青少打線をね、はい、こう打たしていくかと、だから力まないで、はい、まあ、今日の1回戦の静岡西のピッチャーと同じように、はいはい、原投手自分のリズムにいかに入るかでしょうね、だからやっぱ青少の打線対、はい、寺内君だと思いますね。なるほどね。さあ今の場面は長田に対する宮北打線と逆のパターンになっていますが、宮北が勝つためにはもちろん長田から点を取らなければいけません。素晴らしい当たりがショートの左を抜けていきました。またまた先頭打者が出塁しました。1回に続いて宇都宮高校であります。ちょっとね、はい、ここは本来であればね、やっぱ曲げたいんですよ、はいはい、でも今曲げてるんですけどね、落ちてないですね。ないですね、高いですね、はい、だからね高め、それとストレート系、これやっぱ藤野が来たら狙ってくる。